男中村です。今回は流行りのフルーツサンドを作ってみようと思います。フルーツサンドって断面にフルーツがドカって入ってるのが見えて、あれ美味しそうですよね。今回はフルーツサンドの進化系であるキューブ型のフルーツサンドを作ってみようと思います。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますんでチェックしておいてください。私はパン屋さんで焼きたての切ってないパンを買ってきたんで自分で切ってますけど、このように包丁でサンドイッチ用の薄いパンを切るのは職人技ですから、切ったものを買ってきてくださいね。パンの耳を切り落として正方形の耳なしパンにします。山食パンを使ったから切り落とした部分が多いですね。普通は角食パンを使いますよね。このパンが美味しいから山食ですけど、これを買ってきてしまったんです。切り落とした部分はラスクを作ったんで無駄にはなりませんでしたよ。これで正方形の耳なしパンが4枚できました。フルーツの下ごしらえをしておきます。みかんは皮を剥いておきます。実はこれみかんでなくて小粒の清見オレンジなんです。八百屋さんで小粒のみかんを探してたらこれが安かったから買ってきました。キウイフルーツも皮を剥いておきます。ちょっと未熟で硬かったんで先に真っ二つに切っておきました。いちごはヘタを取って断面がハートになるように切り込みを入れておきます。バナナは簡単に皮を剥けるから下ごしらえはなしで挑みます。次に生クリームを泡立てます。生クリームは固めに泡立てたいんで 47% のものをしっかりと泡立てます。 35% の生クリームだとフルーツサンドにはちょっと緩いです。絞り袋を何か適当な容器にかぶせて泡立てた生クリームを入れます。それではサンドしていきましょう。パンにホイップクリームを絞ります。キウイフルーツと清見オレンジを乗せました。隙間がないように細かく切ったフルーツと生クリームを詰め込んでいきます。フルーツをぴったりぎっしり詰め込むのがコツです。生クリームは接着剤の役割と隙間を埋める役割を果たしています。フルーツとフルーツの間に絞ります。キウイフルーツの大きさを調節してます。最後にフルーツの上に生クリームをびっしりと絞ります。パンを乗せます。スパチュラで生クリームを鳴らします。まだ隙間があるんでそこに生クリームを詰め込みます。またスパチュラで鳴らします。もう一個も同じ要領でサンドします。バナナはパンと同じ長さにカットして乗せます。いちごも乗せて隙間に細かく切ったいちごを詰め込んで上から生クリームをびっしりと絞ります。そしてパンを乗せました。隙間に生クリームを注入してスパチュラで鳴らします。さてそれでは包丁でキューブ型にカットします。よく切れる包丁で切った方がいいですよ。断面を見てみましょう。おっ、いい感じですね。このままでもいいかなって思いましたけど、キューブ型にするためにさらに半分にカットします。潰れないように慎重に切ります。これでキューブ型になりました。さていちごとバナナのサンドも切りましょう。断面はどうでしょうか。ん？おー、いい感じですね。さらにこれをカットします。潰れないように慎重に。あ、包丁に生クリームがついていってしまいました。包丁を温めてから切るとこういったことは防げますよ。さてキューブ型フルーツサンドが完成しました。綺麗な断面に作ることができました。美味しそうですね。はい、それでは完成したフルーツサンドをいただきます。まずはイチゴからいただきましょうか。ではいただきます。美味しい。いちごと生クリームが最高ですね。合いますね。食べる前の予想では噛んだらブチュってはみ出て汚れて、あ、手についた生クリームが顔についた、ブチュって広がって手が汚れて顔が汚れるかなと思ってたんですけど、さあバナナもいただいてみます。うん、美味しい。
オレンジ、種がありました。最後にキウイフルーツいきますね。でかいなこれ。どれも美味しかったです。見た目も可愛いし味も美味しいし最高ですね。作ってみて分かった美味しく作る5つのコツですが、1つ目は包丁はよく切れるものを使いましょう。切れ味の悪い包丁を使うと切るときにサンドイッチが潰れて綺麗な断面にならないこともあるので注意してくださいね。そのためには包丁をきれいに研いでおかないといけないですね。ご家庭で包丁を研ぐにはこういったタイプの包丁研ぎがおすすめですよ。包丁をこうやって入れて研ぐだけですからね、誰でもできますよ。2、包丁は温めておく方がいい。私は包丁を温めておくことをサボったために切るときに包丁に生クリームがついていってしまって、その部分が欠けたサンドになってしまいました。ご自宅で食べるならまあそれでもいいんですけど、人に食べてもらうならそれじゃいけないですよね。熱いお湯を準備しておいて、そこに包丁をつけて水分を拭き取ってから切るとクリームがついてくることはありません。 3. 生クリームの乳脂肪分は 47%、 35% の生クリームだとカチッと泡立ちませんから、特にキューブ型で作ろうと思ったら支えるものがないですから生クリームの硬さは重要です。近所のスーパーには 35% と 47% の2種類売ってるんですけど、日本中どこでもそうなんでしょうか。もし 47% じゃなくても 45% 以上だったらいいと思います。 4. フルーツと生クリームはよく冷やしておくこと。生クリームは冷たくないとだれてしまいますからね、しっかり冷やしておいた方がいいですよ。フルーツも冷たくないと生クリームにその熱が伝わりますから、フルーツもしっかり冷やしておく方がいいです。 5. パンは新鮮な方がいいです。パンが古くてパサパサだったらもう台無しです。理想はパン屋さんで焼きたての切ってないパンをサンドイッチ用に切ってくださいと言って切ってもらうのがいいでしょう。パン屋さんですでに切ってあるようなパンは焼きたてでないかもしれません。切ってないパンは切ってあるパンより焼きたてである可能性が高いです。だから切ってないパンを切ってもらう方がいいでしょう。5つのコツをまとめると、 1. 包丁はよく切れるものを使います。 2.包丁は温めておく方がいい。 3. 生クリームの乳脂肪分が 47%。 4. フルーツと生クリームは冷やしておく方がいいです。 5. パンは新鮮な方がいい。あとおまけですけど、ご家庭で作るならキューブ型で作るのはちょっと形を安定させるのが難しいんで、正方形を斜めに切った三角型ですね、そういう形に作る方がやりやすいですね。手作りすると鮮度ではどこにも負けないものが作れますから、フルーツサンドにおいて鮮度というのは最も大切なものですから、手作りすることによってお店に負けないフルーツサンドを作ることができます。ぜひ挑戦してみてください。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。